土地は息子にやらんでね、お孫ちゃんにやるっていう感じになるんで、気をつけないと。はい、ああ泣いちゃった。視聴者様のお孫ちゃんを泣かせてしまいました。はい、ということで、じゃじゃーん。あら、これはこれは野村君ではございませんか。あれ、ここはどこだ。あれあれあれ、あ、二歩だね。二歩の手近に来たら野村君に会いました。いつもね、隣でね、あのお世話になっております。声かけいただきました、ありがとうございます。どうもこれこれ、どうもこんにちは。お徳家の松川さん、この前ね、名古屋家庭で、ね、奥様とご一緒ね。あ、お父様なんと久保次郎君と同じですか。同じです。あ、じゃあ同級生ですね。です昭和38年ですね。そうなんです。あら、まあ、お父様同級生でございまして、あ、じゃあ息子さんね。あ、そう、お孫ちゃんいるんですか。お孫ちゃんいますね。お孫ちゃん可愛いですよね。可愛いですね。男の子ですか、お孫ちゃん。女の子と男の子。あ、2人いてね、幸せでございますよ、そりゃ。やっぱりね、お孫ちゃんがいたらおじじ冥利につきますね。もうバカになりますから。全部ね、土地は息子にやらんでね、お孫ちゃんにやるっていう感じになるんで、なるほど、気をつけてください。はい、ということで、あ、どうもありがとうございました。お声掛けいただいて、ありがとうございます。奥様にもよろしくお伝えください。どうも、はい、失礼します。じゃじゃーん、視聴者様のお孫ちゃんでございます。りつきくんです。あ、泣いちゃう泣いちゃう。あ、おじじ怖い怖い。あ、ごめんごめん。あー、泣いちゃった。ごめんなさい、泣かしちゃった。あー、ごめんなさい。あー、 YouTuber 悪いことしちゃった。泣いた、泣いちゃった。ごめんね、涙流してる。りつきくん泣かないで。あー、怖い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 。お医者逃げるね。ごめんね、眠たかったんだ。悪い時に来たね、これ。間の悪い男だね。 YouTuber は間が大事なんだけどね。いやー、りつきくん泣いてる。うわ、まだこっち見てる。あー、やばい、目あったら泣く。すいません、失礼します。視聴者様のお孫ちゃんを泣かせてしまいました。えらいことをしてしまいましたね、これ。ということで、いや、風強いな、これ。ニューホでございますよ。でっかいコンバインだ、これ。コンバインでございます。あ、これはあれだね、デントコンド収穫機です。これはなんだ、ダルボケンブリッジローラーです。広いね、これね。 6m30 だね。これは何ですか。これはこれは牛の餌を動かす混ぜる機械ですね。 あ、そうなんですか。緑山さんでこんなの作ってるんですか。人数が少ない。あれも緑山さん。これ緑山さんに淡水器でね、お世話になってるんですけど、こういった餌の関係もやってるんですね。すごいね、なんかでかいですね。牛のこと全然わかんないけど、餌ガーッと混ぜてこれでやるという。これは受賞品なんで、まあ、一応これの検識タイプも あるんだ。ちなみにいくらするって聞いていいんですか、これ。4400円で。4400万円ね。はい、わかりました。一応定価みたいな感じですよ、ね、尿価なんかうまくやるぞ、これ。あ、スラリーだね。これもでかいね。これ何リッター入るんですか。これは1万9000リッターぐらい。1万9000。一応まだこの上にも。あ、まだあるんだ。2万リッター以上。2万リッター。ありがとうございました。どうもすみません、いつも見てます。あ、そうですか。視聴者様ということで、緑さんのね、森山さんにいつもお世話になってるんですけど、緑さんの、あ、三谷さん。あ、三谷さんね。私の動画もいつも見ていただいてるんですけど、またお世話になります。よろしくお願いします。どうも。ノースファーマーズの谷口さん、新生にお住まいの目黒町のね、お久しぶりでございます。あの、オフ会以来ですね。そうですね。あのね、ぜひね、あの1月の15日に十勝川でちょっとお金かかるんですけどやりますんで、杉山君に無茶振りされて私幹事やるんで、ぜひご参加ください。あの、もう一方もね、もっとあの大勢の方参加していただいても結構ですんで、はい、よろしくお願いします。ぜひぜひよろしくお願いいたします。また取りまとめします。はい、すいません。トラクターの試乗ですか。試乗していいですか。せっかくですから。はい、それではちょっと乗せてもらいますね。よっこい小一と。使い方わかんないんで教えてください。何ちゅうトラクターですか、これは。 D5 の120。 それではちょっとエンジンかけてみたいと思いますが、まずはクラッチを踏んで、キーどこにあります。あ、あったあった。おー、いい音だね。してレバーを前にやれば、はい、あ、 P を駐車ブレーキ。はい、したら前行きます。出発進行。おー、あ、なるほどね。非常に乗りやすいトラクターですよね、これね。視界もいいですね。で、バックをこうだね。はい、でバックします。はい、バックオーライ、バックオーライ。これ何馬力なんですか、トラクターは。これはと定格で110馬力。あ、ちょうど管理かなんかにしやすいぐらいの。管理もできるし、ハッシュもできるわね、いろんなね。110あれば。あと一応ここにもあの前行進ついてて。あ、そうなんだ。ここ動かさなくても、ここでこれを前にやるといけるの。あ、いけた。で、動いてる時でも後ろのボタンを押してもらえれば、はいはい、更新に切り替わる。え、嘘。あ、本当だ。あ、運転しやすいね、これね。スプレーヤー引っ張るのも良さそうだね。で、これでまたペッてやれへんの。はい、先と髪のボタンを押してもらえば早速変更できるので。あ、本当だ。あ、バックを押して。これはこれは乗りやすいトラクターですよ、これ。皆さん、ニューホさん、いいじゃないですか。いくらですか。1300万。もう今1300万じゃ全然驚きませんからありがとうございます。このボタンを押すとニュートラルになると、はい、してサイドブレーキを振ってキーを回して。ニューホさんのマサさん、ありがとうございました、はい、すいません。 UFO の T5120 いいトラクターです。おすすめです。管理にも何でもできるね。100以上あるからね。こんなのもらえるの、試乗記念で。あ、やった、もらってきます。すいません、ありがとうございました。どうも。なんかお土産いっぱいもらいましたよ、これ。ここにもトラストさんが出ております。グリメのハーベスター。これビコンの。これ俺お借りしたやつかな。確かにこれだな。これだこれだ。これね、むっちゃくちゃいいビコンのワイドスプレッダー。これも最高ですよ、これ。使って分かりました。あ、いろんなメーカーあるね、シルキーさんとか。
眠たいね。目覚めましたか？眠そうだね。まだ寝てていいよ。ごめんね、起こしてね。もうびっくりした。今日も髪立ってて可愛いです。お腹すいたね。じゃあおっぱい飲みましょう。お孫ちゃん、将来はプロゴルファーになりますか？ああ、ショベルはいいんだ。ショベルガッシャガシャやってるね。すごいね。あっちがいい、ゴルフより。トラックのうちゃんの方がいいか、ゴルファーよりな。そっちの方が確実だ。プロゴルファーは食べれんかもしらん。ん？でもやってみる。1歳7ヶ月からゴルフ習いましょう。おじじ教えちゃる。ん？あ、キャディさんやるか。キャディさんだね。あなたプロゴルファーじゃなくてキャディさんやりましょう。はい、ファーって。キャディさん、ファーって。プロゴルファーじゃなくてキャディさんでした。